久保さん最短で稼ぐ方法はね、これしかないですね。乗っかるっていう <laughs>。乗っかるしかないですね。多分、僕はね、だからトレンドに、自流に乗っかる、なんすか、その、久保さんの必殺奥義コミュニティに入って潜入して、自分を売り込んで、あの商品を売るみたいな <laughs>。まあ、一番ビジネスで大変なのって、自流を作ることなんですよね。これはね、至難の技ですね。ブランドを作るとか。 うん、じゃあ最初、ルイ・ヴィトンとか、んですかね、そういう、今はブランド化されてるけれども、そのブランドを作るまでって相当の時間と体力とお金を投入していかないと、ブランドって作れないんですよ。だけど、ブランドに乗っかるのは簡単なんですよね。まあ、これは違法ですけど、めちゃくちゃ違法ですけども <laughs>、まあ、そのグッチのね、あやかって、そのグッチの,あのパチモン作るみたいな <laughs>。ね。 まあこれはちょっと違法なんでね、あれですけど。でも本当に早いのはね、その、まあ、あのネットで言うならば、まあ、その、なんですか、今バズってるものに乗っかるとか、これから出てきそうなものに乗っかるっていうね。これから伸びるであろうっていうものですよね。うん。ただね、その乗っかるときに一番、まあ、先行者利益取れるのっていうのは、その見極めなんですよね。その見極めができるかどうかっていうのは大事で、でここはね、できれば苦労しないですけどね。 今から儲かる株っていう見極めが分かればねそのトレンドが上がってくる <laughs> 分かれば苦労しないですけどねうんそうでもねネットの場合はその何すかねありがたいことにその乗っかろうが乗っからまないがあんまりリスクがないんですよね 動画を撮ろうが撮,ろう撮らないが、例えばそのバズってるキーワードがあります、バズってるなんか、あれがあります、で、これに動画を撮ろうが撮らないが、これに対して記事を書こうか書かないが、別に何のリスクもないですよ。でも、その投資系だと、まあそそ、それがトレンド上昇しなければ、どうなのっていう話で <laughs>、うん。だからさ、今ね、ビットコインも上がんじゃねえか、上がんじゃねえか、上がるのか下がるのかみたいななんか話も結構出てるとは思うんですよ。 そうまた上がんのかみたいな,なんかね青白王子のこの前のやつ見てたんですけど結構前ですけど、まあ、結局そのだいぶそのか仮想通貨っていうそのものがそのあんまりその動かなくなったとその情勢によって情報とかいやもうだいぶ出て認知度も増してきたからうんだから今後はその仮想通貨の,あの本当の通貨としての安全性とかが何すかねこう認知されていけば今までは 情報によってね、ガン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 こういう波だったけど、多分今後はこうなっていくんじゃないかっていう。ね、実は中長期ですよ。中長期で見て、10年後とか20年後のスパンで見てたら、絶対と、と多分僕は仮想通貨は上がると思います。10年、20年。だから、こういう発信してる人もいて、積立 NISA より積立ビットコインみたいな。 だからその短期で見るとあれかもしれない。短期トレードは別ですよ。だから中長期で保有するんだったら、まあ上がるよねっていう多分。まあ今後のテクノロジーですよね。見たりとか、えー、あやるんだったら多分、う上がるんじゃないかなっていう。まあでもこれも不確定要素もあるので、まあ絶対とは言えないところがあれですよね。うん。はい。まあ、そんな感じでございます。いってらっしゃい。